どうも、柴田です。突然なんですけども、今僕は沖縄でね、バカンス中です。YouTuber はね、あの夏休みとかは割と再生数が上がるんで頑張んなきゃいけないんですよ。なんでちょっとね、シーズンを外して夏休みを取るみたいな感じで、今夏休み中ですね。それで今日はね、この沖縄の一応あのリゾートホテルのプライベートビーチから、ゴッドフェスやりたいと思います。10回回せるから前編後編に分けていいですか。前編後編に分けてゴッドフェス、ちょっとお休みっていうことなんで、こういった動画で皆さん我慢してください。じゃあね、行きます。まあね、さしてぶっちゃけね、まあ欲しいモンスターもないんすよ。お、キンプラ。おー、これなんだっけ。あー、こいつか。まあ特にいらないっすね。二回目。お、金。金率いいよ。お、知らないやつ出た。なんだこいつ。真田幸村。水ドロップを火に、光ドロップを回復に変化。変換系か。まあ、どっかで使うかもしれないですね。お、金。金、椅子高いよ。わ、出た。風魔小太郎。風魔小太郎ね。言います。すごいね、君ね。俺は、なんだっけ、インドラか。インドラ。金の引きはいいけど、これっていうのはないね。5回目かな。5回目。おー。すごいね。金率が高い。じゃああと5回行きますか。壊れちゃってんじゃないこれ。あ、これ知らない。クロマジュズを全ドロップを引き闇に変化。おお、強いね。闇闇気の3コンボで、3.5倍、闇闇キーキーの4コンボで6倍、6630。あ、強い強い強い。あ、こんなのが今いるんだ。7回目かな。あ、全部金だな。全部金。これは劉備か。俺今ゴッドベースってこんな感じになってんの、しばらく聞かなかったけど。また金だな。カネーシャ、すごいね。あと2回行こう。すごいな。あ、銀だ。銀も出るんだ。シルフィ。じゃラスト、最後にいいやつお願い。銀だ。親指姫でした。ということだよね。まあ今日これからちょっと離島に行って釣りなんかね、やっていきたいと思います。はい、そんな感じでね、柴田が沖縄のリゾートの、プライベートビーチからお届けしました。